大阪の大小学園高等学校の岡村寺と言います。ですね、うちは2015年からなので、8年目ですかね。そうですよね。で、ただ、今年の夏に、認定ティッチャーを増やそうと思って、任意の研修をしたんですが、22名ということで、30名に惜しくも届かずですね。あちゃと思ってたんですけど、うちが申請したのは2と、3と4と、7だったかなと思います。そうでで、す7ね。は、僕と、あと、熊崎っていう先生いますので、それで満たしていてっていう感じです。まあ、3と4については、実はもうすぐ11月の19日ですね、大小学園で午前中に公開授業で、午後にセミナーっていう、割とお、おその得なんでかすね。を見れるので、あ、なんとまだ申し込みもできるっていう。あ、ぜひ、これ終わった後、いっぱい宣伝しまくってください。これ今108名来てますけど、すごい。なんかそんなものもいいなと思ってます。やっぱり学内の先生方、結構刺激を受けて、一生懸命準備とか、ちょっと緊張感持ったりとか、あと午後は、うちに皆さん来ていただけるので、うちの先生方が気軽に、そんなにこう、ハードルなく、勉強する機会をいただけるので、とってもいいなと思っています。なので、一ももちろん目指すんですが、まあ、そういうイベントをしてもメリットしかないかなと思いました。以上です。